です。奈々です。はい。まああれですね。あのシンガーソングライターやねんけど、楽器とかを弾かへんタイプのシンガーソングライターですね。はい。自分でね、まあ弾くっちゃ弾くんですけど、弾きながら歌わないですね。たまーに弾くみたいな。いつやねんって感じですけど、弾かないですね。弾かないです。はい。もう一度聞きたいです。ありがとうございます。ということで、オリジナル曲がね、増えてきたので、いろいろ歌う曲があって嬉しいですね。はい、いつになっても聴いてください。友達のことを思って書いたんで、そう考えて聴いてもらったら嬉しいです。おっと。に行ってたんですけど、ナナが路上ライブね、路上ライブにね行くときに、おばあちゃんがおじいちゃんに、ナナどこ行くんやって、仕事って言って、いや仕事ではないかもなと思って、路上ライブを仕事って言ってくれるおばあちゃんがちょっと嬉しかったんですけど、はい、まあ、仕事と言っていいのか、ね、面白い仕事ですよね。それにしたらな、まあすごい皆さんね、仕事帰りに楽しんで行ってもらえたらなと思います。はい、拍手ありがとう。ということで、告知ありすぎて言っとくな。え、なんだ今日あれ喋るの変なんか言ってることめちゃくちゃなんか意味わからへんけど、エイプルフールやかいか、そうそうそう、噛みすぎてもうなんか、ね、寝ぼけてるみたいになってる。
気にせずで告知があって、4月にライブが3本決まってて、まあ1本目しか覚えてないんですけど、4月7日にユースパン工場でねライブが決まってます。はい、ライブハウスとライブ、路上ライブ全然違うので、まあ、ぜひぜひ来ていただけたらなと思います。7日とあと真ん中にあって後半にももう一個ライブあります、まあ、そういうのはツイッターを見ていただけたら分かるのでツイッターフォローお願いしますということで、はい、4月3もあります。それも仕事や遊びやないからな、来てるな、ありがとう。でも仕事にしたらちょっと舐めてるんかなって なっちゃうかなっていう感じがするよね。ではでは、皆さんはオリジナル曲とかで何が好きですか？チェンジマーシェルフ。あとはえ、ありますか、ありますか、一緒、伝えたくて、ソウルメイト、マサキング、え、何でも何でもいつになっても、え、全部好き、 OK、 まあそんな感じでマイブー聞きたい、 OK、 マイブー歌うわ、マイブー、マイブーにしようか。じゃあマイブー入ってるかな。はい、ということでね、いつもね最近ねずっと一緒の人が見てくれててね、初めから最後まで見るために来てるって感じがすごい伝わってきて嬉しいですね。この間めっちゃ面白かったです、ロジュラブで踊り出してくれてる人がいてて、え、見たやんな、見たやんな、もうやら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 って戻ってもう一回出てくるっていう、何回も出てくるっていう、すごい面白かったですね。え、選手ちょっと待って、出てこへんよ、前部。よし、じゃあリクエストのチェンジマイセルフ歌います。イエイ、NHKFM で流れます、地味に地味に自分で作ります、聞いてください。いや恥ずかしいですね、マイク通してこういうふざけたこと言うの結構恥ずかしいです。お疲れ様です。